いものをあのたくさん使って知ったらダメですよ。引くときもある程度まとめて引いた方がやっぱり味わえます。時期によって変えたりするんですか？変えます。だいたいアオリイカをあるときはちょっとアオリイカ使いますね。でなければヤリイカ、それでどっちかに行ってますね。こちらはフグです。あ、フグですか。はい、今行ってます。だいぶ寒くなってきたんで今からフグを使っていこうと思います。トラフグですか？トラフグです。まだ天然ではないんですけど、でもフグすごい良くなってますね。こちらはアジです。うん、こちらはハガツオです。ハガツオは漬けにしてます。イクラです。今年のイクラですか？そうですね。だいぶ粒が大きくなってきましたね。お盆明けぐらいから出始めてて、で9月後半ぐらいからやっと大きくなってきたかなっていう感じで、今からバンバンします。タイを麹締めにしてました。こちらはカマスです。軽く炙ってます。これも1週間置いてました。ずっと骨ついたまま置いてましたから、ね、今日の朝おろしました。あのお酒を揃える時もあまり聞いたことないようなので一通り揃えてる。でも飲んだら美味しいですよ。いろんなお酒が有名になりすぎて大変です。こちらは大トロのですね、筋を剥がしたところです。筋剥がしですね。卵ですね。営業前に焼いては保温してますから、ね、温かい。こちらはかんぴょう巻きです。アナゴを出しします。いいですよね、かんぴょう巻き。最初はあの仕込んでなかったんですけど、近所の方がすごいかんぴょう巻きっておっしゃるんで急遽仕込みました。寿司はアナゴまでですね。あとはお椀が出ます。まずカジキが入っております。あ、嬉しい。久しぶりにありましたもんね、カジキ。なかなかですね。これからですかね、うん、あ、どうですかね、 なんか本当にある時あるってことないからですね。薄く切らなくても残らないし。今日は満員でしたね。
基本そんなにいっぱいならないんで、たまにいっぱいなるとなんかうわーってなります。車エビ、ありがとうございます。こちらは金目鯛です。けどやっぱり関東の方がいいですね。勝浦この金目鯛の方が油の乗りっていう。最後の一貫です。赤ですか。ラストカラーズかもしれないです、ね。ラストカラーズ、ありがとうございます。もういつ終わってもおかしくないので、そうですよね、これはまだ大丈夫です。Keep shining.